ございます。こんにちは、こんばんは。今日はどれかな。さあ、そうそうそう、ちょっと今日のご挨拶をする前に、私が行きたいね、ハワイアンパイはここです。ハワイアンパイ CO カンパニー、ハワイアンパイ CO ドット、こちらです。営業時間がねすごく短くて、全然ね買いに来れ、あ、でも4時まで空いてるじゃん。なんだ、2時とかで閉まると思ってた。変わったのかな。水木金の9時から4時、土曜日が10時から4時で、今日は日曜日なのでクローズですね。でなんだなんだ、全然買いに来れます。ちょっと今度買いに来たいと思います。はい、というわけで今日もねおなじみの仮日からスタートです。今日は2024年7月7日七夕だ、日曜日、今お昼の2時8分、気温は28度。あ、暑い、すごい暑い。でも暑いって言ってたら日本なんかね、東京とかの皆さんから比べたらもう28度なんてって感じかもしれないですが、とにかくとりあえず今日も行ってみましょう。とにかくとりあえず、ちょっとわけわかんなくなっちゃった。今日もですね、ちょっとライオンコーヒーでフラッペをねゲットしに今向かっているところです。ここから工場なのかな。ライオンコーヒーのロゴ入ってる、これとこれとあれとあれと。さあ、そうだな、帰りこっちから帰ってみようかな。今日もオープンだ、オープン。今ね、そう、2時10分なのであと50分だけなんですけど、いつも閉店間際に来るめっちゃ迷惑な人みたいになってますね、私。さあ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 さ、なんか今日人多そう、日曜日なので。じゃあちょっとくつろいで来ます。もう店内のことはいいよね、めっちゃ撮っとるもんね。少しだけ人がいなかったらいいんだけど、見えん、どうかな、いない。さあ、10分前になったのでね帰ります。フラッペにするとか言いながらラテにしちゃった。あそこに行くとなんか気が変わるんだけど、なんででしょうか。フラッペを飲むつもりだったのにね。さあ今日はねちょっとね違う道、風が強いかな。このねいつもとは逆側というか一本違う道からね帰りたいと思ってね今帰ってるんですけど、なんかいろいろあるじゃん。ちょっと行ってみよう、いろいろあるので。あ、バーガーキング、ポパイズも前あったんだ。え、ここは何、 L&L、 なんかモールがありますね、知らなかった。 L&L の、え、閉まってますね、日曜日だけど。なんかここも閉まってる。なんか大きな、何だったんだろう、スーパーとかだったのかな、何だったんでしょうね、どなたかご存知かな。そしてその横は何だろう、少しだけ人がいる。あ、ここは、は、はぬす、ほぬすし。あ、でも寿司は多分このここの箇所だけで、なんかこっちほらさ、スーパーって書いてるのだけが見える。スーパーマーケットだったのかな。で、こっちは人が見えてきた、たくさんいる。なんだろう、こっちは何があるんでしょうか。ちょっとちょっとね、こういうウォルアートがあったり、ここはなんだ、 レンタカーがあったり、
でももうほぼ閉まってますね。ここも何かあったんだろうな、閉まってるし、なんかここも閉まってる。あれ、営業しているお店がない。あるかな。そういえばさ、昨日、金曜日、昨日かな、昨日はディナーだったから金曜日か。そう、金曜日にカカアコでね、卓球が終わった後にコスコ行こうって言ってね、ちょっとだけねブラッとしようと思ったんですよ。でもそれがね7時50分とかで着いたのが、でさ、のんきにさピザとか食べてたらさ、もう8時半になっちゃってクローズしたっていうね。だから今日はね、あ、見て、醤油、日本の醤油だ。今日はちょっとコスコに行けたらなと思っているので、少しだけねここは回して、あとはコスコで回したいって。ここは何、あ、フードランド。知らなかったんだけど、こんなところにフードランド、そしてドラえもん。ちょっと今度来てみよう、かわいい。そしてあちらにはオフィスデポです。本当に知らなかった。こんな近くにフードランドとオフィスデポ、オフィスデポも散歩するのに良さそう、楽しそう。見て、ほら、フードランド。今度来ましょう、お散歩しましょう。じゃあちょっと戻りましょう。もうすぐそこ、本当にすぐそこじゃん。びっくりした。あ、こんなところに出るんですね。なるほど、なるほど、なるほど。ここか。もう分かりました。なんとなくこの辺も少しずつね制覇していってます。なるほど。もうオープンないね。オープンだよ。オープン書いてる、オープンだよね。オープン、オープン。さ、ボブズです。噂の初めて来た、めっちゃ近くなのに車で来ました。お疲れ様だっけ。卓球場のほんと目の前なんですけど、暑くて暑くて車で来たっていうね。何買う？なんかね、ミックスなんとかが、バーベキューミックスリブかな、ナンバーワン？1がどう思う？多分ね、それが一番。それかミックスプレートもいい。カルビ、テリビーフ、テリチキン。あっちがいいかな。テリチキン。リバイステーキもいい。リバイステーキもあるね。わさびキュー。はい。こっちはスカルプとかか。サバもめっちゃあるね。ニューヨークステーキコンボ。カイロアピックもあるよ。チーズバーガーもある。何がいるの？何がいいかな。何がいい？エッグロール。これ、あ、これか。バーベキューミックスリブ24.5ドル、ビーフリブとベビーパックリブと、何頼んだ？あ、美味しそう。ポークエッグロール、何、春巻き。これだって美味しそうね。これを頼みました。サイズ。ハンバーガーもあります。ハンバーガーは結構お安いですね。と、あとはミックスプレート、チキン&ポークもある。シーフードコンボいいね。シュリンプとホタテとフィレオフィッシュ、フィレオフィッシュじゃない、フィッシュフィル、そうか、フィレオフィッシュとバーベキューバーベキューシーフードコンボいいじゃん。チョイスオブシーフードだよ。これいいね。私たちはでもこれにした。スーパーコンボじゃない、このね、これですね。
このブレックファーストメニューっていうのもすごくお安くて気になる。いいね。卵とライスとチョイスオブミオミート、ハムかスパムかベーコン、なんかいわゆるプレート、ザプレートって感じ。ロコモコとかすごい安い、 8.25。 でもこれは7時から10時って書いてありますね。周りはこんな感じです。何にもない。一応外にね、こうやって食べるスペースもありますけど、ちょっと今日が強くてここでは食べれないので、卓球プレイスに戻って食べようかって今話してます。日がさんさんですね。できたかな。11時まですごいサイズのがやってきました。ちょっと伝わらないけど、後でねこれオープンしますね。本当にでかいね。やば。今調味料いただいてます。行こう、すっごい。それ何？見せて。これはポークでしょ、春巻きみたいな感じ、日本で言うね。とこれが本当大きいね。やばい。ヘビ、本当に大きいよ。すっごい、このサイズ初めて見たよね。ちょっとオープンお願いします。見たい。うん、じゃじゃじゃん。わあ、やば、何これ。すごくない？何これ。やば。あ、めっちゃ面白いね。すっごいお肉もりもりですよ。はあ、ちょっともうこれ今日のサムネどっち？こっち？すっごいね。どうですか？うん、美味しい。すっごいの来たね。本当にこの骨付きが3個とこれとこれ。まあこれはもうシェアでいいね。これはどう？豚。うん、豚も美味しい。美味しい。美味しいね。まあ決して安くはないけどね。いくらだった？全部？全部で。32ドル？まあまあしますね。さあ、コスコに来ました。美味しかった？さっきのすっごいボリュームだったね。びっくりした。さあ、コスコはね皆さん大好きなので、何かあるかな今日買うの。何がある？何がある？買うの。あ、トゥースペーストはマストね、くらいかな。今日は日曜日なので7時までだから、あとね1時間ぐらいなんですけど、これ、うん、わあ、やばい、レジがめっちゃ混同。やばいね、日曜日やけん、さすが。あっちかな、あっちだね多分。あれある、扇風機あるやん、ファン。うわ、めっちゃやば今日。すごい今度。